こっち来いよじゃないんですよ。はい、どうも。はい、どうも、早朝系 YouTuber スクラです。暗いとこ怖いんだよな。人目に触れるとこ呼び出してください。こういう人目のライブを君を呼び出すのが俺は大好きなんだよ。西岡澄子だよ。西岡澄子さんは人に危害加えないんですよ。今日はまあ特別やな。ファクトリーギアさん第2弾でございます。っていうのも、はい、小林先輩って岐阜のな、はい、小林先輩が倉庫できたお祝いっつって、はい、めっちゃでっかいスツールくれたの。フォームウィレム、スツール、シルバーのあったやろ。ありました。組み立て式やったわ、自分で組み立てたわ。そのフォームウィレムあったのに、はい、工具がやっぱもう持て余してる。ない、足りない。結構あるイメージつけない。いやいや、全然足りない。小林先輩の中に入らん。せっかくもらったら埋めたいやん。目的違っちゃってないですか。目的違っちゃってないやん。フォームには何パットもええから。あお湯が言うたら、わあ、皆さん、ジーンのエアコンプレッサーとスツールボックス、あ、もうだから入れもばっかり届く、収納いっぱいうちあんのに、はい、なんか空っぽやろ、恥ずかしいやん。何が入ってるの、何のための工具入れなんだってなるやん。はい、これその時に宝倉さんって最近新しい工具入ってないんですかって、はい、ありますよって、あ、ライブはーいって。でしかも前回第1弾の時のファクトリーギアさんから天王洲に引っ越されたわけ。そうですね。で我々は一応そのオープン記念でプライベートで行かせてもらったけど、はい、カメラで入ってない、はい、中も見つつ今回はもう勝手に俺がファクトリーギアさんで、はい、もう俺が欲しい工具ベスト5ぐらい作ろうかなということで、はい、今日は貸し切り調査でやらせてもらおう。おいなかった。はい、こちらでございます。ファクトリーギア、伝統とアイドル視点でございます。はい、どうも、高倉さん。いらっしゃいませ。お願いします。ファクトリーギアの高倉さんでーす。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。もう、こっから、あ、もう楽しい。もう始まった。いや、もう楽しい。あ、もうゴールド。いや、すごい。ちょっと待って。もうゴールド。いやちょっと身につくみたいな思って久々に工具をいっぱい、ちょっとこういうスツールがあるので、うん、この中に物入ってなかったらかっこ悪いじゃないですか。ちょっと今日は高野倉さんがバリッとしたのあるんやったら勝手に俺の工具ランキングもつけていきたいなと思って勝手にあれ期待してましたからね。俺をうならせることできるのかっていう勝手にいやあの工具好きの大将が工具好き、工具好き、あー、これか。じゃあまずね、はい、ウェルカムってことで、ウェルカム、あ、これね、これね、オリコンなんだけど、はい、重ねちゃうと、うん、下のものをこう取り出すときに全部動かさなきゃいけないので、うん、これ横が開くっていう。あ、高野さん、これね、こいつ多分これがまず何かを分かってないから、これは何かまず折りたたんだところから見せた方がいいです。折りたたんだところからバカやから、このいやいや、なんか物入ってます。ごめんなさい、オリコンって言ってました。折りたたみのコンテナ。お、それもやっぱり分かんない。分かんないから、高野倉さん、なるほど、ね、はい、舐めてもらっちゃ困りますよ。ですよ、忘れてた。何にも知らないんですか。こういうふうに、コンテナがそう畳めるんです。折りたたみ、これ見たことない。見たことないですね、マジで。畳んで持ってって入れて持ち帰ったりできるっていう折りたたみコンテナ。簡単にこう組み立てないの、これ。あ、こうやって出てくるから、これ横パンパンとしてロックかけて、これでこう蓋するんだけど、これで箱やで、こうやっていろいろ積み重なって収納していくのがもうベタやったんやけど、はい、なんとこっからの話なんですね。そう、こういうところで取り出しづらい、ここが開くようになってるの。上に物があっても、ここから上をどかさなくても、ここからパカって蓋が引き出しみたいな開くシステムを編み出した。アミダクラ高野倉さんかと思ったら、アミダクラ編み出しちゃうからな。いろいろアミダクラある。これを、これを言うからね。はい、まずここに開くと。あ、うわ、あれ、あ、絶
三歓迎、ようこそマクトゥギオ。こんなもうわざわざこんな結構時間かかりますね。ジャペンで書いて嬉しい。おいで、おー、佐々木さん、ご一行さん、ええー、ねあ、佐々さん、宇野さん、お買い物楽しんでください。はーい、高野倉&スタッフ一郎。わー、ありがとうございます。横も開くんです。そっちも開くんですね。ここも開くよっていうね、はい、この小村さんじゃって下手くそなんやな勝利書いたんやろな。普通は多分佐々さんなんか言ってると思うんだけど、これオリコンって、うん、あのピカピカした、うん、あのツヤツヤの塗装多いじゃないですか、はいはいはい、そうするとなんかこう工場っぽくて、工場っていうかなんかインダストリアな感じで、そうするとなんかせっかくあんなかっこいいあのガレージ作ってるのに、やっぱりこのマットな塗料、艶消しね、艶消し。なるほど。最近多分、アーミーがマイブームやと思う。見たら分かると思いますけど、結構リンさんのこのね、こういうこのこれもアーミー色、確かにアーミーマイブームやと思うよ。アーミーやみたくら、アーミーやみたくらなんですよ。もう読まれたね。あ、じゃあ、あとこでめちゃくちゃアーミー、アーミーめちゃくちゃアーミーやもん。誰だ、バレますって。こういうのだって普段だって赤とか黄色とかのが主流やったんやけど、それをなんかこうあえてこう暗くする、はい、ダーク高野倉、ダークラ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 、ほらほらここもかアーミー、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 コーヒーまでアーミーやから。いいのに、コーヒーじゃなくてアーミーですから。コーヒーです。アーミーです。でも話変わってきますよ。飲み物のアーミーっていう飲み物にさせてきます。それなんですかってなっちゃうんで。アーミーです。いや、コーヒーです。オースです。まずこれ説明します。で、これ気になってました。はい。パゼットっていうドイツのメーカーのワーキングチェアなんだけど、ちょっと座っていただいて。うわ、これマジで。めちゃくちゃ高さちょうどいい。本当に低いのよ。移動するやつって、それで結構ひっくり返ったりするんだよ。これはマジで、はい、なんか移動がなんつうの、空港とかあるやん、なんかエスカレーターのこうまっすぐの上りじゃなくて、はい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 、平行でローラーついてるやつ、はい、それいや動いてもさアシストしてるわけローラーでアシストしてるからこうする動きやすさ抜群な、座りながらもこれ、はい、広いところで便利ですよね。さらにグリーン、またまたいつもはね、さらにやってるんです。あら、通販番組がさらに、やっぱりだ、これを、はい、ここにやると、なにこれ、になる、これあれやん、これスカート短い女のパンツ見るやつやん。違いますよ。そうこれ言い訳できますもんね、パンツ見たこと。どういうことですか、言い訳って。違うと、俺車の降り降下しそうな、ないですよ、そこに駅の駅やわ、俺車の降り降下しに行くだけやけん。何？いや、マジ俺、この日本語、死に気だけやけん。いや、マジでダメですって。これはマジで一石三鳥やわ。パンツ見れるわ、オイル交換できるわ、バイクいじれるわ。うわー。すごい、これ、ね。これマジで買います。これいいね。すごい。やば、これ。普通は別々のもんなんですよね。ただ、このキャスターの高さが嫌って人に。高すぎるってこと。そう、ちょっとでも低く、まあまあね、ないので車高低い場合はね、なので段ボールとか引いて歩いてる、はいはいはい、あれはちょっとひどいんじゃないかっていうんで、はいはいはい、こうネイタっていろんなところで売ってたんだけど、はいはい、うちでこの薄いの作ったんです、はい、これの特徴はこっち側がチュルチュル、はい、こっち側が滑らず、これだとキャスターはないけど、はいはいはい、それで滑って移動できる、はいはいはい、あ、なるほど、あ、よりパンツ見やすいわ。いや、もうパンツ見る道具になっちゃった。だけど今度は、はい、力を入れたりすると、はい、このギュッて動くのが嫌でしょ、はいはいはい、力を入れたい場合はひっくり返して、はあはあはあ、ここで寝ると、はい、力かけたい時は、あ、なるほど、あ、全然滑らん、やばー、すごい、あ、動かん、あ、これダメ、パンツが見えるのダメなことはないんです。パンツ見えるようにするから、パンツ見えるようにするからもおかしいです。パンツが見えない、パンツ見えない、パンツが暗いで見えない時は、はい、はい、こう暗いじゃん、暗いです、暗いです、はい、そういう時見えない時はここに、うん、このディーンのライトが、ええジャストサイズ入る、うわめっちゃ見えるでしょ、見える、あごめんなさい、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 お二人、ずっと何の話してますか。やーば、うの、これ破産させられる。うわ、やべえ。あと、最近アウトドアとかで、アウトドアね、これね、ハチェットヤンキーって言ってハスクバーナー、これスウェーデンのメーカーなんですよ、はい、これね、世界的にも手に入りにくいのがようやく入ったで、何が違うかっていうと、これはスウェーデン鋼を使った斧なんですよ、で、スウェーデン鋼って不純物がめちゃくちゃ少ないんですよ、なので錆びにくい、スウェーデン鋼とスウェーデンのヒッコリーで作られた斧っていうので、日本にも数少なくて
しか入ってない。たまたまハスクバーナーの営業の人が YouTube 僕の YouTube のファンだった。ちょっといろいろ工面してもらって手に入った。そんなに高くない。6,490円。急に安く感じる。殺せんなじゃないんですよ。そのさっきから法を犯すことばっかり言って、スカートの中見れるとか殺せるな。オースです。畑さんは忘れてるかもしれないけど、はい、半年ぐらい前に僕が、はい、高野倉持ってこいやって言われた効果あるんですよ。これ良かったんですね、買ってね。これは本当に欲しかった。ファクトリーギアのこれ。あれ。そうでしたよな。ペルな。お宝から持ってこい。宝から持ってこい。宝から持ってこいやって言われたんで、はいはいはい、僕は作りました。はい、スナップリングの、はい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 、ストレート軸用穴用45度。ドイツで作りました。すごい。規模がでかなってるやん。これ全部取れるんだこれで。穴合わせて、はい、で。やるとうわすごい。これが、はい、あの飛ぶんですよ。こうあのダメなやつだと。ドイツのね、やっぱりクリペックさんってすごいこ の, あのスナップリングプライヤーお得なんですけど、その、まあ、関連会社の工場で作ってもらって、これはマジでいいですね。わでも どれも取れたかいいやろ。これは軸用と穴用、多分軸用と穴用ね。そうそう、うんうんうん、でこれサイズを確認して、あとはストレートがいいの か, いいか、ね、45度がいいのか90度がいいのか。でもこのサイズがいいですよ。このサイズ優勝ね。これであと45度がいいか、ま、うん、っすぐがいいか、うん、90度、それ90度、90度いいっすね。90度がいい、はい、90度の大きさがこっちにする。ああ、まあでっかい方がいいっすよね。でっかい方がいいっすよね。これだともうちっちゃいと19から60までいけるんで。ああ、じゃあこれちょっと見つくらいますわ。これね、それの軸用と穴用と両方必要です、はいはい、こっちはね、こっちはね、こっちの方そうそう、入れてつまむと、あー、うん、なるほど、そうそうそう、軸用穴用、あんま俺中のやつ使ったことないですよ。でも出てきた時に失敗したって、なんで買わなかったんだよ。まあそうですよね。だから、まあ、これとこれあれば、まあ、なんか神戸屋トークこれはもう、騙されんね、これで。まあ、これはあってもいいと思う。これは、もう、ずっと本人ですから。これでいらないなんてことになったらと思わないですね。とんでもないからね。あとね、はい、なんてことないように見えるんだけど、はい、これギアレンチね、これ見てください、この、はい、この薄さ、薄っ、え、これは宇野さんわかんないね。いや、わかんないでしょうね。ギアレンチって熱いんですよ。なぜならやっぱりラチェット機構が入ってるんで、トルク対応するためにどうしてもここが熱くなっちゃう。だけど薄いくないと入れないとか、だから狭いところにこう、はい、とかったらこうなるところが薄いからカチッとこう入ってこれできるってこと。はははめちゃくちゃいいよ。やらかいっしょ。めちゃくちゃやらかいこれ。今までこんな薄いのはなかったってことですね。これが普通の12ミリ、薄型の12ミリ。こんなに違うんですよ。こう入るときにこいつとこ入らんな、噛まないな、噛むよ。これ薄いのめっちゃいいっすね。これめちゃ、あともうこれもう気持ちいいじゃないですか。このむちゃくちゃ気持ちいい。ラチェットの柔らかさとかはすごいこだわってる、はい、これはめちゃくちゃいいですね。これはこれ全部あった方がいいじゃないですか。全部あった方がいいとかあります。え、やべー、薄型入ってる。これ入ったばっかりもいいです。これなんですか。これこれはビットの、はい、あのスイベルラチェットってあるじゃないですか。あ、ちょっと待ってください。破産するかもしれないから。これを決めますね。ランキング決めないかんから、後で全部決めますよ。決めていきます。全部並べておきます。ビットを入れる、はい、それでまあこういうふうに回すと、で普通でこう力入れた時にこう回すと、はい、だけどスイベルでこう回せるので、はい、これで回るんです。そうそうそう、これで回せちゃうんです。だからロボこうやって回せちゃうから、だからここに障害物があると、はいはいはい、こうして回して、普通は入れ直して回すけど、うん、これだったらもうまんま回しました、回しました、回しました、回しましたって回せるから、ラチェットみたいに使わなくても障害物があった時にこう回せるんですよ。なるほど。ここに何かがあったら逃げれるんだ。ラチェット機能ないじゃんって言うけど、こうやっちゃえば、なるほど、戻さなくていいんです。だからこっちから早い。あ、回ってる回ってる。そうそう、回ってるでしょ。あ、これやばいっすね。でさらにビット工具って抜けちゃうでしょ。抜けちゃいます。力急にグッと入ったら、ちゃんとこれロックがロックついてんねや。
やばげばび。やばげばび。この連中は買います、これはやばいわ。全然分かってないです。状況が分かんなかったです今。分からん。そのなんかそのぐぐる。要はこのラチェットってこうこうこれでカリ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 。あ、よくやってます。はいはい。でここにじゃあこれがあったとしたらもうこれカリカリできる。あ、はいはい。でもこれはこれでこうカリカリできる。あ、ようやく分かった。別にこっちで来てもこっちでこっちで逃げれる。どっちでも閉まるしどっちでも外せる。右も回るし左も回るっていう。でどっちもラチェットってこと。こんで、あ、これ分かってくるじゃない。今ようやく分かりました。そういうこと。宇野さんが分かったら嬉しいよ。宇野が分かったら視聴者分かってくれるからね。これマジでいいですよ。これありがとうございます。すごい。お買い上げ爆弾でお願いします。これは？これ健康器具。健康器具ではなくて。めっちゃ良さそう。これ。うわあ、これケツさんに買ってあげたい。え？これ。右と左で、はい、あのライトがバラバラにつくんだけれども、これ長押ししていくと明るさが変わるんですよ。これ明るくなってきた。うわすごい。明るさが調整できる。で、これは充電タイプなんで電池の交換しなくてよくって、でさらにこう首に入れられて、マグネットでもつくんだ。マグネットタイプで、あのボンネットの裏側とかつけて、で好きなところにこう持ってくると、説明の前にリアクション大きすぎて、手で暗くなっちゃったりする。でも一番いい場所に持ってきて、こう角度で合わせればいい。これはちょっと、ちょっといいですか。そうです、ね、これスターロードの夜の作業の時、ええな。ちょっと困ったな、これなあ。これちょっとええな、鉄が見えますよ、言うて。もう一つね、実はここの裏側にネジがついてるんですけど、これあのカメラの三脚あるじゃないですか。はそこにセットできるんです。ええー。照明にもなる。照明にもなる。はい。ください。はいえ。何個も用途があるっていうのは絶対持っといて損せんで。確かに。わかる。これもライト。ライトばっかいらん。これね、ライトばっかいらん。これね、はい。ちょっと違う。はい、ここがひら、あのついて、次は赤くなって、ほうほう、次は先端がつくみたいな機能があるんだけど、ほうほう、まあ別にライトじゃないですか。はい、ライト。で一番これの特徴っていうのは、大体みんなマグネットタイプなんですよ。これもマグネットタイプなんだけど、でもマグネットじゃなくてカーボンとか木とかってマグネットつかないじゃないですか。止まるじゃないですか。はい、え、挟む。ここにバイスがついてて挟めるので、あ、とかこれでバチッと、そうすると場所をこう選ばずにいろんなところにホールドできる。はぁ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 、キャンプ用品やね。やっぱりアーミーやってる。あと最近話題のやつね。カッター、何これ。これカッター、はい、でよくカッター使ってるの見てます。はい、でこうカッター使いますよね。はいはい、こう伸ばして使いたい時あるじゃないですか。はい、ちょっと熱いやつとか暖房とかね。でも伸ばして使うとここがビヨンビヨンビヨンってなって困るじゃないですか。危ない。おー補助。あー、なるほど。このカッター、これがブニョンブニョンやけど、はい、ここで入れると補助が入って、ここで硬くなって曲がらない。これいいっすね。これはあの、ドイツのグリペックスが作ったカッター。で、ゴルファーの刃はこれ日本のゴルファーの共通なんで、この機能がやっぱりちょっと。なるほど。これはちょっと力入れやすいですね。ありそうでなかった、ね。ありそうでなかった。オースです。誰かに似てますよね。誰かに。目玉親父。あ、そういう、うわー、そういうことか。目玉親父っぽくないですか。こう手がこう、あー、そういうことね。こうやってて、これは何か、ここにスケアがある。なので何をつけてもいいわけですよ。ラチェットになっちゃった。で普通にまあこういう使い方もできる。ほうほうほう。でこれ液バー全部入るんで、液バーを付け替えてしまえば。なるほどね。長いのにも短いのにも最短はこの長さにもなる。ありそうでなかったやつ、今までなかったやつをこれ新たに作ったんだけど、でもなんでなかったんだっていうぐらい単純なアイデアなんだけど、出したらめちゃくちゃ今評判になってて。そうっすよね。でね、まあこういうふうにして長くにもよろしいね。こういうふうに曲げることもできる。はいはいはい。ね、まあこれはまあわかりますね。はいはい。でもこれってこう入れると奥まったところでハンドル入らない、この幅しかない。ここのボルトを締めたい、はい、
おお。またわかんない、状況わかんないぞ、その。要はこのぐらいのスペースしかないところってラチェット入れられないじゃん。入れられない。はい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 。その時に横に曲がるから、はい、そう、はい、もともとこうしかいけないのが、はい、これが曲がることによって、はい、こうやって使える、こうやって使えるっていう。あ、その動きで回せるってことですね。普通にラセットってもう一体型なの、はい、でもそれがここの部分だけを取り外しになったから、これもうちょい短いラセットやったら入ったのになった時に短い棒だったり、これが短いラセットだったり、はい、それがこの長いラセットになったり、はい、だからいろんな、いろんな関節にもなるし、これ一個あるだけで、はい、いろんなことができる。これはいいですね。1個あったら助かりますね。そのなんか頭の中でいろんな組み合わせをすれば使えちゃう。確かに。で今使ったこれね、ラチェットになった。これもよーく見てみると、お尻にこれついてるんですよ。あら。でここにラチェットアダプターを入れると、ラチェットドライバーになる。やば。一石二鳥なことばっかり。キャンプ好きだから関係ないよ。関係ないから、キャンプって一石二鳥って。で、はい、これ入れるじゃないですか、はい、そうするとビットが使えるんですよ、はい、でもさっき言ったみたいに最近はこうビットのクオリティが上がってるから、はい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 、ビットとネジがくっついちゃって、はい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 、ピュッてビット持ってかれちゃって、はいはいはい、おーってなるんだけど、これはここにやっぱロック機能がついてるんで、はい、ビット持ってかれずに使える。ラチェットドライバーになっちゃうんです、組み合わせで。ガタがないし、これええなぁ。力の入り方も違うってことなんですか、それがあるから。そうそう、力の入り方も違うし、あとやっぱり使い勝手的に指で回すよりもこういうふうに手首を回すだけの方が速かったりとか使いやすかったりするんですよ。これはいいよ。これはこれだけで売ってる。そう、これだけで売ってる。で、これはもう外すとここにいろんなアダプターを入れると、今のは 9.5 じゃないですか、うん、でもこの辺にあるやつを入れるとこういう、うん、このビットだけとかにして、クリアランスのないところでこういうビットを入れて、そうこうして、こうあったやこれやるのって、買ってもうたんだな、これ。買ってた、そうだよ。これとこれあったかやな。これもあったかいですよね。そう、これもあった方がいい。だってさっきのこれ買うなら、もうこれあった方がいい。飯田さん、あはははははははおはようございます。これも去年俺買ったやつですよ。経年いろいろ使うと思うんだけど、はいはいはい、ビットこう入れます、はい、ビット入れて、はい、ここにスリーブが入ってるんで、はい、おいなるほど、ここでもう回るんだ。でさらに力かけたいときは、はい、これだと力入んないでしょ。入んない。視点が変わるんだ。点が変わってガツンいってからのキュルンです。あー、これでガツン入れてで、こう真ん中にして、くしゃみやってんのよ、社長が喋ってる時じゃん。あれは D&J だったんですよ。D&J が変わったの。そう、何が変わったかっていうと、ちょっと回してみてください。柔らか、明らかに動きが変わったでしょ。変わりましたね。なぜかっていうと、ここにウェイトつけた。ウェイトをつけることによって回転がよりスムーズになるんですよ。なるほど。だからこれピュッて回してみて、指で。うわ、それともう一つは、多分多田さんのやつよりも、はい、ここのクリアランスがなくなったので、ここのガタつきがなくなったんですよ。なるほど。なので、よりスムーズに回る。進化したんだ。そう、だから、ビーン J っていうのは、はい、ビーンになる、ビーンのジュニアなんで、はいはいはい、J を使ってる皆さんのおかげで、こう進化していく。なるほど。これもあったが便利やろな。で、あとね、佐田さんが人と被りたくないじゃないですか。人と被りたくない。あ、人とチンチンは被りたくない。そう思ってたんだ。これウルザックってイタリアの工具ね。で、前回もご紹介したんですけど、はい、ウルザックさっきのね。そうそうそう、はい、で、これね、モンキーなんですけど、はい、これモンキー好きっすよ。モンキー好きですよ、はい、で、これちょっと形が、まあ、こう角度ついてますね。角度ついてて、で、これあんまりこのウーザックのモンキーって日本で持ってる人ほとんどいないんですよ。俺が好きな言葉言う。あ、持ってる人少ないやつ。持ってる人いないからって。はい、さらに、はい、モンキーですよね、はい、これ外せるんですよ。あ、取れた。これを逆さに入れるんですよ。う、金毛になるんですか。そうするとモンキーじゃなくて金毛が。ちょっと待って、ちょっと待って、夢中になっちゃって。金毛、金毛、いや、モンキーの反対だから金毛になるんですか。おー、金毛。違う。すいません、これ全然全然、これね、こうなった時にこれ丸じゃないですか、はい、丸。あとビスとかナットとかが丸まっちゃった時に、はい、モンキーだと回んないじゃないですか。回んない。ちょっとこれこう押してみてください。回せるんですよ、丸いやつ。パイプでも何でも
そんなに噛んでるんですか。おお、ほんとだ、噛んでる。で、外すと普通のモンキーに。はぁ、デイズザルスのモンキー版みたいな。そう、もともとはバコっていうスウェーデンのメーカーが特許を持ったんだけど、それがオープンになって初めてイタリアのウザクがそれのこのパイレン兼用モンキーを作ったんですよ。ただ本当に多分日本で持ってる人は、まあうちがこれそういう輸入元なんで、はいはい、ほとんどいないですよ。じゃあ俺はそれですね。はい。いいな。裏がポイントなんですか。そう、裏はだからこれがこれ普通のモンキーや、はい、でこれ外れたらこれこっちに入れ替えて、こっちに入れ替えてね、入れ替えて、でここギザギザ、そうそう、これでギザギザでかまして、ああ、これな舐めたネジだとか丸いものでもガバッて噛んで回せる、丸いの回せるんですよ、パイプを回せるってなかなかない。そっか、これは懐かしいでしょ、中学校の時に、ね、だけど開けると工具入れ、だけどちょっと見てください、これ何だと思います。何でこれ、これね、うん、六角穴付きボルトが舐めちゃった時に泣きたくなるじゃないですか、はい、もう回りたいよって。エキストラクターとかで突っ込んで回すしかないとか、はい、もう叩いてるとかね。これよーく見てもらうと、その要は六角に食い込んで回せるんですよ。はー、六角ネジザルスだ。そう、これもね、あんまね日本でほとんど持ってないんですよ。俺や六角に食い込む。そう、だから六角の丸い穴が回らなくなって、角削れて、はい、いや舐めて、いや回らんやん、はい、どうすんの、うざくさんの中学校の財布のやつ、てー六角、こいつはめてくれたらこれで回るから噛んでくれるわけ。これが、ま、六角の丸の部分にこれ入ったら、これで回せばその六角が取れるってこと。ネザルスはこうやって挟んで取る、はいはい、なくてこう中に入って取る。これはアダプターなんだけど、これ入れるじゃないですか、はい、さっきのあの、はい、あれ使えるんです。プラスとか全部こういうふうにギュッギュッギュッって、ああくるくる回してね、はい、あーうざっ、かっこいいっすね。うざかっこいいんですよ。うざくってね、イタリアのブランドなんだけど、はい、あのルーツがドイツにあるんですよ、はい、だからドイツ工具の質実剛健さをイタリア人がうまく調理して、でこのデザインっていうのはフランスのファコムっていうメーカーとこう、はい、共通してるものが多いので、ドイツ人とフランス人とイタリア人が、ミックスされた、もう本当にエキゾチックな美しさがあるんです。うざくんドライバーとかかっこいいですか。いいですよ。かっこよくない、これ。そう、これは普通にこれ、はい、これ日本人のね使い方にすごいフィットしてるんですよ。パームグリップって言って、あんまりヨーロッパでこのパームグリップ人気ないんだけど、日本人ってこう包み込んで今みたいに使うじゃないですか、はいはいはい、でその時に普通の四角いアメリカのドライバーだと使いづらいけど、佐田さんの使い方だとこれすごい使いやすい。いや、この色味の方が好きですね。これちょっと買っといていいですか。3番さん使うことないけど1番2番これも欲しいな。これはね、その、まあ、スタビーのその形っていうのはあんまないから、あ、いいっすね。これだろ、だってうざっか、そこ立ってたらね、すっごい工具好き。あーが入ってるだけで、ね、工具好きの中でもうざく持ってるってかなりのうざくだよね。あんまりないもん、ほんとうざくのマイナスも一本買っとこう。あ、これ乗せられちゃってないかな。いや、俺は、はい、あの中身を入れに来たんだから。なんぼほどあってもいいって言ってましたね。なんぼほどあってもいいんだよ、はい、工具なんてのは。オースです。次は、はい、ハンマーね、はい、あとこれ叩いてみますよ、こっちハンマー、こっちの、うん、そうですよね、はいはい、でこれで今と同じように叩いてみてください。うん、全然これが、で普通は今までもうちもこれ出してんだけど、これも無反動なんだけど、ちょっと叩いてみてください。それとこれ比べたら、はい、なんで、ね、なんで。ちょっと今のところ分かってないです。分かる、普通にハンマーって打ったら、はい、跳ね返るやん、これ。ああ、跳ね返るしかない。はい、でもこれは、はい、止まんない。いや、やってみよう、マジで。お前、やってみよう。お前、じゃあ、一応やってみよう、一回。大きいドン。はい、あ、跳ね返るやろ、はい、これ打ってみ。これ打って、同じ力で。同じ力でいい。え止まるやろ。なんで止まんない。跳ね返るってことは、力が逆方向に逃げてるんですよ。でも跳ね返らないってことは、打った力が全部向こうに行ってるわけ。そういうこと。だから小さな力でもめちゃくちゃ強く叩ける。
じゃあ力いらない、ブランドハンマーっていっぱいあるんですけど、これはね、ドイツのハルダーっていうメーカーで、ドイツのハルダー100点多いもんね、これはね、ドイツのハルダーこれ、だから知らないでしょ、100点が多い、誰も使ってないから、誰も使ってない、俺が使って、いや、もう買ったことになった、お前誰だ、ドイツのハルダー、いやいやいや、いや、これね、四角いでしょ、四角い、この四角いってのは何がいいかっていうと、これから基地でいろいろ家具作ったりするときに寄せたい、寄せたいときに四角なんで、はい、これをそのまま打つとまっすぐ入るんですよ。丸だとこういう風になってるからここの部分が当たらない、丸いから、はいはい、でさらにこういう角のところもここ丸くだとこうしか打てないんだけど、四角いのでこうやって打てるんです。はあ、無理やもんね、丸やったらね、丸いかない、ここここここ無理やん、これほら、あ、いかないんができちゃう、あら、ここ打ちたいね、ほんとそう、ボンダの春だ。ボンダ。おい、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 や。完全な隅までいけるってことなんですね。ボンダの春だ。めちゃくちゃバカ売れすると思う。ボンダの春だ。ボンダの春だってなんつった。ドイツの春だ。ドイツの春だ。ドイツの春だ。バカ売れすると思う。もう一つあるこれね。ここ四角いと何がいいかというと、まだ。ハンマーってポーって掘るでしょ。掘る。放っちゃった時に、はい、取りに行く時に、はい、またこうやって全部こうしなきゃいけないじゃないですか。なるほど、こうやって置いといて、そう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 、ちょっとここから方向ちょっと、そう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 、ちょっとハンマー、あ、そう、あ、早い、ちょっとあの他の方向、そうそう、ちょっとハンマー、今まではもう、今まではもう、こうじゃ、ちょっとちょっと、これが、このちょっとのこれがよ、はい。これはちょっと僕も太ってるから分かります。裏くん、裏くん、ちょっとハンマー取って、ちょっとハンマー取って、はい、はい、ありがとう、そっちのハンマー、裏くん、ハンマー取って、そっちのハンマー取って、あー、ちょっと腹引っかかるから、やろ、はい、これは太った人におすすめですね、太った人におすすめ、腹が縮めてるのもおすすめです。はい、みんながツーリングとか行くときに、はい、事前にメンテとか、はい、やっといた方がいいんじゃないかなっていうときに便利なアイテムをご紹介したいなと思って、はいはい、で今日ね、もう佐田さんの大ファンのライクの、あ、元バイクのね、元バイクのライクちょっとプレゼンしたいんでしょ、何、そうですね、いいよ、ライクのプレゼン、いいよ、紹介したい商品がある、マジで、はい、まずほらコンプレッサーを、あ、そうですね、買っていただいて、はいはいはい、コンプレッサーの用途を、はい、ちょっと増やそうっていうんで、はいはい、まずコンプレッサーのそれ欲しかった、ね、俺もあれも欲しかったんですよ、金箔トレンチ、金箔トレンチ、工場で買おうと思ったんですけど、なんか注文って言われたから、うん、でも俺もうすぐ持って帰りたいんですよ、注文しかないんですよ。ありますよね、圧倒的にパワーで言ったらやっぱりこの銀のこれは、あ、そうですか、力はすごいんですよ。それかこういうね、ちょっと、はい、あの変わったのもいいんですよ。はあ、何これ、これ狙い短いですね、クリアランスがないところでこれが使えるっていう、でしかもこれ首振りなんですよ、ここが振ってくれるんですよ。ほうほうほう、なんで例えばこういった狭いところをやりたいっていう時に、自分の持ち手のやりやすい位置にして振るんです、はい、普通はボタン動かないじゃないですか、はいはいはい、だけどこれはハンドルの位置が、はあ、なるほど、はあ、便利で、さらに首がおい、インパクトでこんなのないない、いくらこれ、一瞬高いですよ、あ、するなで、これが2万ぐらいか、これ、こちらが2万7千円、はあ、だから、ね、そこまで大きく違う、まあね、あ、これセットになってる、何、限定ブラック、何、同じような、まあ、インパクトレンチなんですけども、はいはい、このシナノさんっていう日本のメーカーなんですけど、はいはい、今ですとこのエアダチェっていうものが、はい、まあ、おまけでついてきます。通販やってるやん。お前通販やってんじゃないか。これポケラチなんですよ。普通このぐらいあるんですよ。はいはいはい、短くて、しかもここにこれがここから普通こう来るじゃないですか。はいはいはい、でもこう曲げると、はい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 、ホースがカチってなっちゃって、はいはい、エアが止まっちゃったりするのが、はいはい、このユニバーサルがついてるんで短くって、だからすごい狭いところでも使えるってやつ。めちゃくちゃ便利やん。インパクトはでもどれ。いやでも使い方次第だけど、まあ、そうですよね、でも本当ホイールとか外す用のめっちゃ強いのはこれだけど、うん、これはねアメリカ仕様なんですよ、うん、でインパクトレンチって、うん、シナノさんとか日本のメーカーっていうのは、うん、音を静かにして軽くするっていうところに日本のメーカーって行くんですよ、うん、だけどアメリカ人は重くてうるさくないと売れない、だから数いっぱいやるのは重いと結構疲れる、
ああでもこういう外す時ぐらいやから、ドラドラ音はいいですよ、これドラ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 ぐらいにな、これ前やそんなエアコンプレッサーのあれ、うん、そんな角のこんなコンプレッサー使うかなって思って、用途的には別に本当にこのこういう外したりとかそれぐらいですかね。それか、こちらも実は結構ハイパワーで、はい、もちろんこういうトーンも余裕で回ります。はい、これは軽くて強い、軽くて強い、この武骨のこの色がいいですよね、うん、かっこいいです、ね、このアメリカそうそうそう、インパクトはやっぱりあの結構消耗品っていうか壊れるんで、うん、その辺のパーツの供給がしっかりしてるものの方がいいので、うんうんうん、我々はそこのところはちゃんとこうどっちがいいですか、使い勝手としたら僕はこっちをおすすめしますよ、軽いし全然だから多分重いのが嫌になると思う、はいはいはい、誰が使ってるかって言ったら解体屋さんですよ。なるほど。でもうオートメカニックとかバイクのメカニックさんなんかは圧倒的にこれを使ってます。じゃあこっちの方がいいか。じゃあこれをやってください。あとね、空気入れ欲しいかな。これはね、空気入れ欲しいです。これゲージボタン、朝日バイク用のここの大丈夫だよ、これついてるよね。はい、俺もこれで入れてるもん。専用のバイクジャックっていうのがありまして、ほうほうほう、はい、これ今ストレートタイプがついていて、まあ、自動車用でもあるんですけど、はいはいはい、でこういった別売りの、そうそう、はい、ネジで差し替えるだけです。これは欲しかったよ、空気入れ。エアーゲージってこれ本当に定期的に検査しないと数値がめちゃめちゃくるんですよ、はい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 、でアサヒは国内外のレースシーンでも使われてるエアーゲージなんで、はい、ちょっと値段は高いんですけど、うん、これ本当に安全に関わる問題なんで、うん、アサヒを使うのが絶対いいと思う。聞いた、うん、ゲナだよってことですよね、その博多弁の。あとね、これエアガン、それはアダプターがいろいろあって、はい、全部使い勝手を分けて使えるんですよ。長いやつから短いやつから、はい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 、これは大容量ターボ、めちゃくちゃ風をいっぱい出した時はこれをくっつける。エアゲージでよくやりがちなのがこうギューって吹いて、はいはい、パッて抜いた瞬間にストンと落として、はい、この先端が車に当たっちゃって傷をつけちゃう、はい、でこのガードもついてて、はい、長さの違いが3種類、それと大容量、はいはい、全部差し替えで使える、4つついて、そうです。であと流量が握りで調整できるんで、はい、強く出したい時、弱く出したい時をコントロールできる。なるほどね。これはもう必需品だと思う、必需品です。へえ。あとじゃあワイヤーにオイルをこうワイヤーインジェクター、ワイヤーインジェクター、例えば、まあ、ブレーキの、まあ、ワイヤーだったりクラッチのワイヤーだったりっていうものに給油をするためのもの、出口に対してこうノズルを当ててスプレーで、まあ、やる方もいると思うんですけども、こちらの方がワイヤーに対して装着をして、でここの給油口からスプレーを入れてもらうと、無駄なくしっかりまあワイヤーに当たって、あ、なるほど、はい、あ、古い車両とか、はい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 、あとワイヤーとかも錆びて入れたりするんで、だから給油が結構必要なのかなっていうので、なるほどね、はい、ここもワイヤーここにも入れて、そうなんですよ、シューって吹くだけだと飛びしちゃったりとか、はいはいはい、綺麗にいかなかったりするんですよ、うん、まあね、やった気分にはなるけど、ちゃんと効果的に油がいかない。めちゃめちゃいいですね。これも本当に値段的にも安い。やっぱあったらいいながあるんですね。あったらいいなでいくと、マッハじゃないですか。やっぱ2サイクルエンジンで、フラグが被りやすかったりすると思うんですけど、そういった時にこういった、まあ、銅ブラシ、真鍮ブラシとかですけど、はいはいはい、こういったものがあるとその汚れをシャッシャーと、はいはいはい、まあ、出先なんかで、はいはい、簡単に外して清掃ができる、はい、プラグにね、はい、やっぱ真鍮なんでその相手を痛めないんですよ、はいはいはい、柔らかい、あ、まあ、言った鉄なんで、これ何個あってもいいよ、はい、こんなもん。俺でもこの間ほんとびっくりした。 マフラーになんかケミカルかなんかつけちゃって、うん、で焼けちゃったんですよ、うん、でどうやって取っていいのかなと思ったらライがこれを持ってきてシャーってやったらすっげー綺麗に、あ、これ買ってこうじゃん、すごい綺麗に落ちた。何個買ってんの、これ。ありがとうございます。5個ぐらい買っとこう。6個買っとくか。嘘で2、4、6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 、
るときにこれやるじゃないですか、指で回してこれドライバー入れたりするとしてめっちゃ大変なんだけど、これこう入れてちょっとラチェットでちょっと指で回してみよう。何これ勝手にこれの形に動いてくれるんや。それで回せます。このラチェットめっちゃいいやん。これはねイスラエルのメーカーなんだけど、これ類似品がいっぱいあるんです。
使えば。だからこれをこう、ここにこう入るから、はい、でずれて、そう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 、どんな形状で持ってるんですか。これをもっと早く進んじゃう休憩まで出してこんかって飯田さん、これください。あ、休憩中も休憩トーク、休憩トーク、これなんですか。これこれ、あのピンポンチ、はあ、狭いところとかでハンマー叩けないじゃないですか、はい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 、これとして、はあ、これでもいい。あ、そうそう、はあ、めっちゃいいっすやん。ちょっとごめんなさい、もう一言いいっすか。だからここにこう置いとくやん、はい、ってなったらこれ分かる。要はもう印付けやね。例えばビス打つ時でもそうやけど、はい、マジックで手打ってじゃなくて、はい、ここにもこれで印付けるから、はい、でこれ打ったらいいわけよ。はい、穴が開くし一石二鳥。めちゃくちゃいいっすよ、これ。普通のポンチはこういうやつ、こいつです。これで、これで、大吉さんでこれ、トンって叩いて、シリつける。あ、じゃあマジで手間一個省けると。これでもいい、これで、このバネで、これでもいい。はい。かなり強いから。これあんの？あります。休憩中に2個。2個よ。1個はなんとなくわかりますけど。休憩中に2個いくんだもん。休憩中にあんの？また休憩中に3つ目くる。舐めた、ネジを。みんなゆるゆるに、また逆やん、六角の神。ここ来たら回せないネジなくなっちゃうんですか。そうなんですよ、ここ来たらもうね、回せるネジがないんですよ。これやばいですね。ここ売ってるんですか、セットで。でほぼ何でも丸まってても大丈夫。これも休憩中に何個いかれた？3いかれたね。ポンチとクリペックス、ドイツが作ったネジダールです。なんかマジシャンみたいな感じ。いやいや、そうっすね。今マジシャンみたいだったよね。今すごいよ。なんこれドイツ人が作ったネジダールです。はあ、はあ、日本のやつね。クリペックスのネジ、これはもう本当に、はあ、もう発売以来、うん、売れ続けちゃってて、もう入ってこないんだ。もう全然間に合わない。で僕これね、もう 7,8 年前にクリンペックスの社長に、日本でネジダールってめちゃくちゃ売れてるからって言ったら、クリンペックスの社長がそんなのアメリカやヨーロッパで市場がないから作らないって言ったのに、やっと作ったんですよ去年。作ったら日本でバカ売れ。でもちろん縦にもこう回せるんだけど、これやっぱクリンペックス伝統の平行四辺形なんで、こうやって回すこともできる。横からはぁ。でこれはスリップジョイントって、ここを押すとこう横にこう開くので、はあ、サイズもそう。まだクリペックスいただきますか。クリペックスさんも入っちゃったな。休憩中に4つやられてや。でもこういうトロシリーズっていうのは本当にマジであった方がいいです。うん、でもこれがあったら俺今思ったんですよ、これいけるんちゃうか思って。これがあったら、はい、これがあったらこれであれ、あ、ちょっとあ、遠脚。あー、おい、マジで。これは練りに練られた瞬間でやられましたね。練りに練られたらダメだったな。あぶねー。あぶねー、これでクリップスができて。あぶねー。他にもここのところに歩かないと。オースです。いや、これはなかなかのランキングやな。うわ、ちょっと迷うな、これベスト 5？ このランキングっつうのは、はい、これはもうおすすめするぞって。いや、もうおすすめするぞの5位、はい、俺が今日、はい、よかったランキング、はい、出会えてよかったと思える、出会えてよかったランキング。5位言っていい？5位、はい、5位。やっぱりこの、まあ、持ってるんですけど、やっぱこれ用途がいろいろ、このあるところの跳ね返りがないところに立つ、はい、これはこういうですね。ドイツのハルダー。ドイツのハルダーです。ハルダー。で、4位。4位。これ意外と俺これ。あ、休憩中に得たそれ。いや、やっぱこの無駄を、はい、これでやったっていう、ちゃんと機能的にできてるから、はい、これはマジで、もうお値段もそうやけど、はい、めちゃくちゃいいと思う。第4位、ポンチ、はい、意外の4位でしょ。意外の4位でしょ、
で、3位、はい、これですね。いや、ちょっと待って、休憩中で2個なんだよ。これは用途が広がる、横行ける、つまめる、長さあって、この力がいらなくなったっていう、これは用途がいっぱいあって、はい、もうどっか工事行くときにこれ持ってきたら絶対持ってきたよ、相手。もうネジダルスいらなくなりました。ネジダルス代わりにもこの子一本で、私この子一つでしょ。あんなに寵愛してた。そうそう、寵愛ですよ。これ、はい、これが第3位です。第2位ですか。これはやっぱラケットのこの切り返しいらないくできるっていうのは、これはちょっと画期的です。これはでもやっぱ佐田さんはやってるから、そのイメージが膨らむから、宇野ちゃんだって理解するの相当時間かかりましたよ。いや、これはすごい画期的なやつですね。ロックできるしね、これね。これ2位です。すごい、まあ作業してる人だからこそのっていうあれなんですね。1位ですか。1位これなんだ。これはもうマジで、もう今の俺にはもうこれがもう本当に最高なんですね。用途としてこれはこの便利さ、はい、要はこれでも使えるし、この低さでもいけるし、あの高さでもいけるし、あと寝てもいけるしっていう、もう作業する人にとってはこれ1個あるだけで全部の、ね、座り心地とか何もかもね、はい、まあ、工具じゃないんやけども、これは知ってよかったっていう、はい、あとはなんか、まあ、まあこれもまあ前回、うん、あったちょっと進化したっていうあれだから、はい、意外とこれもあとよかったですよ、首の、うん、結局全部良かったのか。全部良かった無理くりの5位だったんですね。無理くりの5位だったんですね。あとはもう全部これお買い上げ、マイケル・ジャクソンのお買い上げ。マイケル・ジャクソン、やり方、貸し切って買うものはマイケル・ジャクソンですから。マイケル・ジャクソン、まだ気になったからね。はい、なかなかさ、いつもらうかもしれないけど、店員さんいっぱいある。はい、まだね、みんなも買いに来いよっていうことで。まあ、バッテリーギア、はい、検索して。はい、おー、急に終わった。マーチャンパーン。これ何これ。パンツ見るやつ。またこれね、パンツ見るやつなんですけど認めちゃってんパンツ見るやつなんですけど、見えないな、見えないな、見えないな、見えた、見えた、見えた、逮捕です。それはそうです、それはそうです。ここで角度調整できるんです。めっちゃおもろ。だから普通こう入れて、あ、見えないなって戻して角度をつけてやるのが、この合ってるかどうかの状況を見ながら見たい位置に角度で合わせて見れる。裏側とかエンジンルームの中とか足回りとかで。なるほどね。これでもいいっすね。これいいっすよ。これで売ってます、売ってます。びっしょ濡れの中船に入ってくところ。あれが俺の双子の弟作れたレイニーブルー雨親。レイニーブルー作んこれ。ここ日本で一番長い岬のサタミサタ。ありました。辻岡さんに会いに行きます。フェリーで22時間。22時間。だからまだ長いよ。だからまだドキュメントでお届けするから、私たちがどんな優雅な22時間を楽しんでるか。そうですね。